にゃんにゃん怪盗は絶対に遅刻しないのにゃ。この子に及んで逃げるなんて、頭にきた、捕まえてやる。お待たせ、列車からの客人。私は文字部の半顔関羽。その言い方、私じゃ不満だった。分かった。じゃあ神級が得意な半眼、ノコギリの扱いに精通してる半眼、それか無知が得意な半眼を呼んでこようか。きっとあなたにぴったりの人がいると思う。今のはちょっとした冗談。